ポルシェ718は1950年代後半にポルシェが開発し1960年代前半まで競技運用されたスポーツカーまたはシングルシーターである。1957年ポルシェ550を全般的に大きく改良して製作された。エンジンが148馬力となり1958年には 160PS を発揮する547 4型エンジンも搭載された。1960年にスイングアクスルからセミトレーディングアーム式サスペンションに変更され操縦性が大幅に向上した。また新レギュレーションに対応するためウィンドシールド面積が増えている。ルマン24時間総合10位。セブリング12時間優勝。タルガフローレオ優勝。1961年のレギュレーション変更に 乗っ取って、エンジンルーム後方に一定寸度のトランクが、設置可能な余剰空間が設けられた。547、3型排気量1587、立方センチメートル、547、4.5型銅1606、立方センチメートル、銅1678立方センチメートル、銅1708立方センチメートル、587型。 同1966立方センチメートルのエンジンが設定された。生産台数は15台。1961年は 210PS を出力する8気筒の771型エンジンをモチータるがフローリオで3位に入賞するが、771はトラブルが多くこの後満足な成績を上げていない。ルマン24時間には3台が出場し、 エンジン排気量1966立方センチメートルスパイバーが総合5位、同1606立方センチメートルクーペが総合7位、同1587立方センチメートルクーペが総合10位に入賞した。1962年も引き続き8気筒エンジンを中心として行われ、パルガフローリオとアダック 1000km レースにそれぞれ3位入賞した。 1963年、1964年には連続してヨーロッパヒルクライム選手権チャンピオンの登場者になっている。1957年 F2 のエンジン排気量規定が1.5リットルになったのを機に 718RSK を改造して出場した。1960年からはポルシェ787と併用された。1961年、 F1 のエンジン排気量規定が 1.5L になったのを機に718回にから移行した。ありがとうございます。